イシュトバーン4世は、ハンガリー王国アールパードアサ、および、クロアチアの国王。1163年に、おいのイシュトバーン3世から王位を奪った。ハンガリー王ベーラ2世の三男として生まれ、兄のゲーザ2世に対して企てた陰謀が失敗に、終わった後、1157年夏に、ハンガリーから脱出した。最初ローマ帝国に亡命を求めるが、 神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世から支援は得られなかった。その後まもなくビザンツ帝国に亡命し、この地でビザンツ皇帝マヌエル一世、コムネノスの名マリアと結婚し、東方正教に改修する。1162年5月31日にゲーザン二世が没した後、マヌエル一世はイシュトバーンが、老いの若いシュトバーンに対して起こした反乱を支援し、 彼を大いにつけようと試みた。ハンガリーの貴族は進んで若いシュトバーンから離反したが、彼らはイシュトバーンではなく彼の兄であるラースローを国王に擁立した。1163年1月14日にラースロー2世が没するとイシュトバーンは兄の地位を継承する。しかし、ハンガリーから追放された若いシュトバーンを支持する。 エステルゴム大司教ルカーチはイシュトバーンへの退官を拒否し彼を破門した。イシュトバーンを支持するハンガリーの貴族は依然として少なく若いシュトバーンは軍隊を召集した。1163年6月19日に聖ケシュフェヘールワールで行われた決戦で若いシュトバーンはイシュトバーンに対象を収め、イシュトバーンは再びハンガリーから脱出せざるを得なくなる。イシュトンは マヌエル一世とフリードリヒ一世の援助を受けて、再び王位を得ようとするが、両者とも彼を見捨て、マヌエル一世はハンガリーから獲得したシルミウムに、彼を住まわせた。ジモニの包囲中、イシュトバーンは、若いシュトバーンの支持者によって毒殺された。1133年頃にイシュトバーンは、ベーラ二世盲目王とヘレナの三男として生まれる。イシュトバーンに関する最初期の記録は、 1141年に父の後を継いだ長兄のゲーザ2世の知性に確認できる。最色年代期にはゲーザは弟であるラースローとイシュトバーンに高領の収入を与えたことが記されている。最色年代期にはこの出来事の日付は示されていないが歴史学者のボーリントホーマンは1146年に起きたと記している。しかしフェレンツ・マックとグラクリストは ゲーザが息子のイシュトバーンを正式に後継者に指名した時期と重なる1152年頃の出来事だと主張している。同時代の歴史家のラー・エウィンによれば、イシュトバーンは友人や叔父のベロシュと共に王権を伺う者として王の前で告発されたことが伝えられている。イシュトバーンは逮捕、処刑されることを恐れ、1157年夏に 神聖ローマ帝国への亡命を図った。神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世は、ゲーザ二世とイシュトバーンの仲裁を勝手で、ハンガリーに使者を派遣した。フリードリヒは当初、ハンガリー王国の分割か、ゲーザとイシュトバーンのいずれかの建設をすることで、紛争の解決を図っていたが、イタリア遠征計画のため、最終的により良い時期に向けて、内装の解決の延期を決定した。 その後、フリードリヒの同意を得たイシュトバーンは、ビザンツ帝国の首都であるコンスタンティノープルに向かった。イシュトバーンの亡命について、同時代の歴史家であるニケタスコ・ニアテスは、彼が兄の殺意の手の内から逃れたと述べている。ビザンツ皇帝マネル一世コムネノスはイシュトバーンを歓迎し、彼と名のマリアの結婚を取り決めた。ライヒア・ソベルクのゲル法は、イシトバーンは婚姻の際に、 東方政教に改修したことを記している。1160年頃にラースローもコンスタンティノープルに亡命するが、ラースローはビザンツ皇族との結婚を拒んでいる。マヌエル一世は不安定な状態にあった帝国東部の国境地帯に注意を払っていたために、イシュトバーンへの支援を行わなかった。1160年末から1161年初頭に、 かけての時期にイシュトバーンは、パルマに滞在していた、フリードリヒ一世を再放し、フリードリヒに支援と引き換えに、毎年3000マルクの効能を提案した。ミラノ包囲の準備を進めていたフリードリヒは、イシュトバーンへの一切の支援を行わず、イシュトバーンは直ちにコンスタンティノープルに引き返した。1162年5月31日にゲーザ2世が、没死。 数日のうち25歳の王子イシュトバーム3世がエステルゴム大司教ルカーチによってハンガリー王に退官された。マヌエル1世は、甥いの若いシュトバームに王位を要求するイシュトバームの主張を支持するために施設をハンガリーに送るが、皇帝と遠赤関係にある男を受け入れることは不利益をもたらし、区別となった王の支配を恐れて、ハンガリーの貴族は彼と対立した。 イシュトバーンは将軍アレクシオス・コント・ステファノス指揮下のビザンツの軍隊を伴いハンガリーに帰国した。ビザンツ軍はハラムまで達し、この地でビザンツの施設とハンガリーの貴族の間で改めて交渉が開かれた。彼らは協定によって妥協が成立し、ハンガリーの貴族はイシュトバーンの兄であるラースローの大官を承認し、戴冠式の後に 若いシュトバーンはオーストリアに逃亡せざるを得なくなる。1162年7月にラースローはカロチャ大司教未公から退官されるが、大司教ルカーチは追放された若いシュトバーンに忠誠を誓い続け、ラースローを三奪者とみなしていた。ラースローの即位後、イシュトバーンは、ハンガリー人の間で王権の継承者を意味するユーラムの地位を授与された。ミューゲルンのハインリヒは、 ラースローがハンガリー王国の3分の1と公爵の称号をイシュトバーンに与えたことを記し、歴史学者のフローリン・カータはイシュトバーンの広告にはハンガリー王国の南部が含まれていることを指摘している。1163年1月14日にラースロー2世は没死13日後にイシュトバーンが新たな対立王として体感される。 大司教ルカーチがイシュトバーンへの退官を拒否したため、退官式はカロチャの未行によって取り行われた。ルカーチはイシュトバーン4世に波紋を宣告し、彼の統治は不法であると宣言した。また、イシュトバーン4世は、ハンガリーの高位聖職者に、教皇アレクサンデル3世への施設の派遣、教皇特使との面会を禁じていたことが、伝えられている。 現存する検証の中でイシュトバーン4世は、イシュトバーン3世を自称しており、キンナモスはイシュトバーン4世の人物像について、暴虐であり、ハンガリー国内の主要な有力者に対して、非常に圧迫的であるように思えたという記述を残している。ハンガリーの貴族の一部はイシュトバーン4世に対する陰謀を企て、ハンガリーから追放されている若イシュトバーンを支持した。 1163年3月にシュトバーン4世の要請を受けたマヌエル1世はハンガリーに軍隊を派遣するがビザンツ軍接近の報告は若いシュトバーンの立場を強化したためマヌエル1世は軍隊に退却を命じたしかし退却の命令は遅くビザンツ軍がハンガリーから撤退して間もなくイシュトバーン4世に対する反乱が勃発した追放されていた若いシトバーンは フリードリヒ一世の承認を得て、ドイツ人傭兵とイシュトバーン4世に不満を抱く、ハンガリー人貴族を招集し、軍事行動を開始した。1163年6月19日に、聖ケシュフェヘールバールで、決戦が行われ、イシュトバーン四世は、敗北を喫する。戦闘の中でイシュトバーン4世は、敗北を喫する。戦闘の中でイシュトバーン4世は捕獲されるが、若いシュトバーンは大司教、ルカーチの助言を受けて、 彼を解放した。追放された、イシュトバーン4世は、ビザンツ帝国に向かう前に、フリードリヒ1世の元を訪れ、マヌエル1世と面会するために、サルディカに急行する。サルディカで、マヌエル1世と対面した、イシュトバーン4世は、支援と引き換えに、ビザンツの総主権を認めることを提案した。マヌエル1世は、イシュトバーン4世に、資金を与え、ハンガリー侵入の軍を動員する。 しかし、マヌエル一世は、間もなく、イシュトバーン四世が、ハンガリーの領地を統治することは、不可能であると、悟り、ベオグラードで、若いシュトバーンと、和平協定の交渉を行った。協定の結果、若いシュトバーンは、ビサンツに、シルミウム地方と、ハンガリー王国の他の部分の領有を認める代わりに、マヌエル一世におじに対する一切の支援を、放棄させた。被護者である、 マヌエル一世に見捨てられた、イシュトバーン四世は1163年と1164年の境にフリードリヒ一世のもとに死者を送るが、彼にも支援は拒絶される。若いシュトバーンは和平協定の締結から間を置かず、協定を破棄した。イシュトバーンは国会沿岸部のアンキアルスに泊まっていたが、1164年の夏にシルミウムを攻撃し、 多くの住民の支持を得て進軍するマヌエル一世は、イシュトバーンのハンガリー侵入に参加するが、外国から援助を受けた若いシュトバーンは、マヌエル一世に平和条約を締結させ、将来にわたってイシュトバーン四世に援助を行わない、ことを約束させる。1165年春に、若いシュトバーンは再び協定を破って、シルミウムに侵入し、イシュトバーン四世は、ジモニーの城塞に退却した。 若いシュトバーンは、ゼムンを包囲し、ハンガリー軍は、イシュトバーン四世に仕える。数人の貴族を買収してイシュトバーン四世に、地高性の毒を盛り、1165年4月11日に、イシュトバーン四世は落命する。イシュトバーン四世の死の直後に、城塞は陥落するが、彼の遺体は埋葬されず、都市の門の前に打ち捨てられたと伝えられている。後に、シュトンの遺体は、 聖家主婦ヘールバールの場シリカに移されるが、遺体が移送された時期は不明である。イシュトバーンの妻であるマリアは、ビザンツ皇帝マヌエル一世の兄弟である、セバストクラトルのイサキオス、コムネノスの娘にあたる。彼女の母親は、イサキオスの最初の妻であるテオドラであるが、テオドラの家系は判明していない。二人の間に子が生まれた記録はない。ありがとうございます。